い、吉田さん、私はね、まあ、アフィリエーターとしてかなり大きな成績を残したと思っております。まあ、それはですね、私が自分で自己評価を高くしていってるわけじゃなくて、ASP のランキングがやっぱりね、トップ10にずっと入り続けたってことなんですよ。ある一定期間トップ5にずっと入り続けて、やっぱりそれなりの報酬もいただいてましたしね、まあ、ライバルがもう並みいるアフィリエーターさんだったと、私がね、もう雲の上だと思ってたアフィリエーターさんが私の直上にいたり、もう真下にいたりとかっていうところずっとやってきましたんで、そこそこ私のアフィリエーター塾とかね、インフルエンサー力とかライティング力とかトーク力っていうのは、まあ、ことせんに触れるものがあったのかなと振り返ってるんですよ。まあ、今私はアフィリエイトを積極的にやってるわけでもないし、セールスもビジネスもやってるわけではないんですけども、やっぱりそれがね、染みついて、ここぞという時にはこう鋭いね、ライティングをさせるんだろうなと思います。それはね、なんか乗るんですよね。で、今回、まあ、吉田さん、いろいろとね、私のね、やってるところを見抜いていただきましたけども、強く意識してるわけではないと言ったらちょっと言い過ぎになるんですけども、実はね、YouTube で関連動画で上がってきたので、まあ、なんか結構ね、なんでね、先払いなのかっていう熱々と語る方とか、ノウハウがうまくいかないっていうふうなことが分かってるのに、なんで先にお金を、そう、30万とか50万を塾っての払わなくちゃいけないんだみたいなのに対して、ほとんどの人はやる気がないから先にお金を集めといて、やってみたけどダメでしたっていう人に対して提供するサービスを無駄になってしまうことを避けるんだっていうふうなね、そんな言い方をしてたんですよね。ちょっと言い方は難しくてすいません。要するにね、塾を販売してる人がいるじゃないですか。塾を販売してる人が、後払いでいいですかって聞かれた時に、いや、後払いにしたらあなたは途中で挫折して後の金額払わないでしょっていうことを言ってたから、だから先払いしてもらうんですよってことをね、なんか熱弁してたんですよ。まあ、それに対して私は、いや、やる気にさせないんだったらそんな塾講師だったらいらないんじゃないかなと思うんですよ。だって、なんですかね、林修先生かね、ああいう塾の先生っているじゃないですか。あれは勉強する気がない子をどう勉強にするかっていうテクニックなんですよね。だから学力上がったりとか、一生懸命取り組む姿勢ができたりするし、部活でもそうですよね。ダラダラしてやる気のないやつに喝を入れて、で、またね、なんか甲子園目指そうぜみたいなことで、お尻を叩いたりとか、夢を見せたりとかして、やる気にさせるっていうのが、唯一の商品だと思うんですよ。なのに、やる気になるやつだけついてこいみたいなのは、もうすでにこれ、金もらっちゃいけないんじゃないかなと私は思うんですよね。で、そういう気持ちがあったんで、ちょっとまあ、そいつに向けてライティングしてみるかっていう気持ちで、ちょっと書いてみたんですよ。その内容が、こんな形です。ちょっと読んでみますね。速稼塾は現在販売価格30万、しかし分割30年払い制です。稼いでからじっくりお支払いもできます。アフィリエイトも転売も各種投資もご希望でしたら上級の指導をいたしますが、かなり面倒で根性と時間がかかります。まあ、そんなことしなくても結果お金が増えればいいんじゃないかなと思いますので、先にお金増やしましょう。実際やってみてお金が増えて、その気があったらゆっくりと増えた部分から無理なく30年かけてお支払いください。無理して入塾前に大金を払う必要はありません。また無理して興味もないノウハウを学ぶ必要もありません。時間をかけずにお金が増えればそれでいいと思うんですが、いかがでしょうかね。お金や時間の余裕ができて学びたければカリキュラムやりましょうよっていう形でね、かなりね、これは多くの、どうしようかな、お金ちょっと高そうだからな、どうしようかな、塾入ろうかな、どこがいいかな、詐欺じゃないかな、ちゃんとできるかな、みたいなところにかなりね、ぐいぐいと突っ込んでいったんじゃないかなと思いますね。この今ね、1分半か2分ぐらいで読みましたこの文章、文字数にして800字弱です。これで、結局100件を超えるお問い合わせが私インドネシア旅行中にいただけました。で、これからね、一件一件丁寧に対応していこうかと思います。ここで思ってる気持ちってのは、本当に、ね、私は視聴者さん、読者さんの身に寄り添って、そういうことをやってくれる人がいないかなっていう風な切実な思いでね、後払いいいですかとか聞いてるのに、そこに冷たくね、いや、後払いだったらもうやる気ないじゃんみたいなので突っぱね返されたりとか、その30万がないから困ってるのに30万を出せっていうね、その矛盾に対して、私はそんな焦らないですよと、ちゃんと結果出させるから、それからでいいじゃないですかみたいなことで、視聴者さんに寄り添ってるのかなというところもあります。これはね、アフィリエイトのテクニックといえばテクニックなんですけども、これ以外のライティング私はできませんよ、もう今更。わざわざ
効果の薄いっていうかね、気の抜けたっていうか、読者さんの心に届かないようなメッセージをわざわざ書くことはもうできないんですよ。だってライティングって進化したら意識して退化させることなんて非常に難しいわけですよね。でそういう意味で私は今からね、これから普段ねバカな記事とか上げてますよ。なんか飯食って美味しかったとか綺麗な夕日でしたとかね、絶対アフィリエーターとしてはやっちゃいけないことを結構9割ぐらいやってますけども、たまにねアフィリエーター根性じゃないですけども、人の胸に届いてほしいなってメッセージを書くこともあるんですよ。まあ吉田さんはねそういうこと全部お見通しだと思いますけども、私たちの発信者の役目っていうのは人の心をどう動かすかなんですよね。ナイトライダーの件も おっしゃってくださいましたけども、ナイトライダーの車っていう商品だけでは人はなかなか寄ってこないんですよ。そこにですね自分の思いをプラスしてミックスして、そして、見てる人聞いてる人の立場にこう引っかかるようにね、心に届くようにこう加工していくからなんだと思うんですよね。で、多くの方が集客をもし目指すんだったらこのテクニックが必須なんですよ。で人の心を動かせないような人がやっぱ集客っていうのはそれは苦戦すると思いますんで、ぜひね人の気持ちを動かすために何か言うとかね、何かこう書くとかっていうのをやってみたらどうかなと思います。人の気持ちをどう動かすか、あこの人に会ってみたいなって思わせるようなトークだったり、思わせるような文章、これが書けるかどうか、これが全てだと思うんですよ。私もこれからね、ますます精進していきたいと思いますけども、今日の動画のまとめになります。今回インドネシアに一緒にね、旅行に行った方、20名前後おりました。この方とのご縁って何かっていうと、私の YouTube なんですよ。YouTube で私が話してるのを見た人、聞いた人が、あ、久保さんって即家塾ってやってんだ、なかなかいいこと言うなっていうふうに共感していただいて、バリに行きませんかって言ったら、一緒に行きますみたいな感じで手を挙げたんですよね。だから旅行者が募集したわけじゃなくて、私がバリ島行くんですけどって言ったら一緒に行っていいですかっていう風になったということなんですよ。このぐらいだから人の伝える力っていうのは人の心にね深く寄り添っていくんではないかなと思います。そして先ほど関空でそれぞれの方とお別れしましたけども、固い握手をしながらね、こういう風なことが起きるんだなと。ネットの向こうは信用できないってよく人は言いますけども、ネットの向こうでこそ信用できます。リアルな世界、それも信用できます。でもね、リアルな世界で満足してる人ってネットの世界行きますか？不満だからネットの方に行くわけじゃないですか。まあそうとも限らないかもしれないですけども、リアルで満足だったらわざわざネットの方に行ってね、嫌な目にあったりとかをなんないわけですよ。まあこの辺また別の機会に話しましょうね。ややこしいんで。それでは以上です。吉田さんよろしくお願いします。